本日ご紹介する教材は音符のドリル分類幼児版1。皆さんこんにちは、ピアノ講師の藤本です。当教室で使用している教材のご紹介です。本日ご紹介する教材は音符のドリルルンルン幼児版1。クオン出版、作者は四宿井先生です。それでは早速中身を見ていきましょう。はじめに目次、シールを貼る教材です。スピードアップをします。このようなページが続き、最後のページはこちら、40ページ、41ページです。全部で41ページ。終了証書。そして一番最後におまけで、カードとシールがついています。このようなカード。中にシールが入っています。お値段は定価1000円プラス税になっています。以上、音符のドリルルンルン幼児版1でした。この動画が少しでも参考になりましたら、いいねボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。